てみて。ここでもこうだから。こいつもう一回真ん中にあるからね。これどこでやってもこうだから。ちょっと見よう。見て。ちょっと怪しいとこもあるけど、本当に困るのかしらけど、でもまあ合ってるよね。合格。ここで回しの練習を持ってくるようかな。フラットで。横式です、新潟で石屋やってます。やってました。奥さんと結婚して婿養子なんで、でスケボーはどんぐらいやってるのかな、17歳からなんで30年ぐらいやってるかな。墓こう壊したりして、あれステンだったらあれスケボーで使いたいなみたいな。ちょっとちらほら見ますよね。でも石でなんかそういうカーブボックスしてたりとかって、コーピングはあんまりないかも。遠石とかならともかく、長いこういう棒とかそういうのちょっと切ってスケボー用みたいな感じで、スラッピーの遠石みたいのは結構使うから、なんか多分そういうのが初めだったかも。これ全部スケボー用の石ですね。こう仮石とスラッピーでしょ。なんか新潟のパークが完成して試走しに行かなきゃいけないから、新潟行くし四季郡ち遊び行くみたいな、あっちでスケボーするんじゃないですか。だからこの暑い中今日の作業は上作ろうと思ってます。こうプラットフォームをプロがいるんで、そのもういつも意見聞いてやってます。上をこう作ります。ここね、寝てるやつだと3人寝てるの、4人寝てる。メンバーはラフタフクルーですね。この軍団です。バーチカルのコーピングはどうなんですか。まあ、石のコーピングつけました。あっちの。じゃあこちらでございます。いらっしゃいませ。レジこれ。取扱いブランドは、まあちょっと関係ある人たちのだけとりあえず今。ケンジのとこと、アンダー。マジカルと、サティマインド、スマイティエ、ファストモデル、その他、僕のシグネチャーです。こういうのがあるようなのはタダであげますよ。宮地くん、指式やってこう。こっちのは長くね。こっちの長くね。おお。考えた俺が。いやなんかどうにもないようなの作りたくて、やっぱし。ここにもないでしょ、まだ、できない、できないから、いや嬉しいやってくれるの嬉しいよ、こうやってまあベンチがあって、石のあとレール、四角いやつをこう一生懸命こう削って丸めて、こう新幹線みたいにしてみました。遠石、マニュアル台、スラッピーの初心者向け、中級者向け、あじゃあもうあの本当の遠石みたいなやつ。結構一個もんだとこんな長いのあんまなかなかないんじゃないですか。これよくない？錆びないしさ、いいんだよね、ボロくなんないし。もうこれとか置いてあるだけだから、本当接着とかも何もしてないから、あの一家に一個どうですか、こういうの。
通にね。そこに来れば右側は酢飯になる。仕事一緒です、はい、これで四季さんだいぶ楽っすよ。おりんのちょっとやだな。ここでの目標トリックは540、ね、54歳ぐらいまでにはやろうかな。同点。